まだつかねえのかよ。いつまで歩きゃいいんだ、ダリーナ。山を越えた先とは言っていたが、具体的な距離は聞かなかったかな。まあ、ええやないの。うちら修行しに行くんやさかい、これも修行やと思ったか。ねえビシャス、ブラッドシンの力の解放なんて本当にできるものなの？あ？知らねえよ。なんで俺に聞くんだ？だってブラッドシンはビシャスがくれた力じゃないか。だからなんだよ。いやいや、ビシャスの能力が発端みたいなものなんだから、ビシャスが一番詳しくなきゃおかしくない？おお、確かに言われてみりゃそうかもな。呆れた。ニッキュー。荒文のコーチか。本当にその場所に行く意味があるのだろうか。んだよ、今さらんなこと言ってもしょうがねえだろ。言ってダメならそん時考えようぜ。そうだね、俺も今はそれしかないと思う。アイビスの言葉を信じて前に進もう。アイビスな、もうちょっと話聞きたかったんやけど。確かにな、ビシャスも知らないブラッドシンの解放について彼女はなぜ知っていたのか。罪の国を作ったことやビシャスを止めた力も気がかりだ。話す気なかったみたいだし、いいんじゃねえのその辺は。お前は気にならないのか。本当に必要だったらそのうちまた会える、そんなもんだろ。つうわけで先のことは後で考えようぜ。今目の前のゴミ掃除をしなきゃいけねえ。魔物、こんなところにも。全員構えろ、油断せず行くぞ。神キャスク、とてつもない力だった。うちら全然相手にならへんかったな。さすが本物の神様は力もごっしいわ。少し意外だった。ビジョンオーブを作った人だからもっと大人だと思ってたのだけど。俺たちと同い年くらいに見えたよね。だがビジョンオーブを作った張本人ならばそんなに若いはずはない。少なくとも70年以上前からビジョンオーブはあったはずだからな。え？じゃあ70歳以上ってこと？若作りやな。今度会ったら秘訣聞かな。相手は神だ。年齢と外見の概念がそもそも人間とは違うのだろう。イーツン、人がせっかくボケ取るのに大真面目に答えるんやめてくれはる？あ、ボケだったのか。いつも通りのユナだった気がするのだが。ボケは自然体でやらなあかんやろ。嘘やけど、うち前世は漫才師やって。宣告してまでわざわざ嘘をつくな。神様だから大人になれないってことなのかな。成長できないというのもそれはそれで辛いね。そうかもしれないな。イージス、なんで私を見て納得するの？どこを見ているの？あ、いや、誤解だ。被害妄想も大概にしろ。やめろミゼラ、炎をしまうんだ。思春期やな。楽しそうだね、ユナは。荒文のコーチってどんなところなんだろう。アイビスは自分の内面に向き合える場所って言ってたけど。修行する場所ってことだろ。ってことは滝があるな、間違いねえ。確かに修行といえば滝だよね。なんとなくめっちゃ水が落ちてくるんだぜ、痛いくらいによ。カナタ、お前が水に打たれてる姿はしっかり見といてやる。安心してつぶ濡れとけ。え、ビシャスはやらないの？俺はやらねえ。滝に打たれるのが何の修行になるのかさっぱりわかんねえし。へえ、そんなこと言ったら俺だってやだよ。髪型崩れちゃうし。
あんなこと言うてはるけど。滝に打たれるのは精神の修行のため。つまり今のあいつらに一番必要なものだ。せやな。特にビシャスは無理やりでも滝に突っ込ませなあかんな。ナッシュとソニア大丈夫かな。あの後顔見せてくれはったエレノアが言ってたやん。村までちゃんと送ってくって。そろそろついてる頃ちゃう。うん、エレノアは信じていい人だと思う。だけどわかるよ、カナタは二人の心が心配なんだよね。あの時は止めるしかなかったけど、ソニアが俺を憎む気持ちは何も間違ってないと思うんだ。もしも俺が死ぬことでソニアの心が救われるなら、俺は。またつまんねえことで悩んでんのかよ。最初にも言っただろ、誰かに死ねと言われたらお前は死ぬのか。それで満足か。決めるのはお前の意思だ、いつだってな。うん、覚えてるよ。ビシャスと最初に会った時のことだよね。あの時は死ぬのが怖くて、ミゼラのことが心配で、いろんな気持ちがごちゃ混ぜになって、とにかくまだ死ねないって思ったんだ。今ならもう少し冷静に自分のこと考えられる気がする。自分とその罪のことを。カナタ、世界を変えたい、その思いは本当なんだ。だけどソニアの気持ちにも向き合わなきゃいけないと思う。どうすればいいのか今はわからないけど、だからこそ進むよ。今から向かう場所にその答えがあるって信じてさ。うん、そうだね、進もう。私もカナタと歩いていくよ。今はまだ荒踏みの高地、己の内面に向き合う場所か。上等だ。何が待ってようとぶち抜くだけだ。俺らしくね。着いたか。キュキュー。あー、絶景やな。見渡す限り広大な自然と荒々しい岩山。さすが荒踏みの高地言うだけあるわ。よし、着いたことだしここで頑張ろう。そうだね、頑張ろう。張り切っているところ悪いが、何を頑張ればいいんだ。そりゃあほら、ブラッドシンの力を解放するために頑張って頑張って頑張るんだよ、いろいろと。具体性皆無じゃないか。イージス、あなたは感じなかったの？彼方の言葉と言葉の間にあった深い意味を。俺が行間を読めていないと言いたいのか。彼方はこう言っているの。二人一組になってそれぞれ腕を磨くべきだって。そうと決まれば私と行きましょう。彼方、残りの組み合わせはどうでもいいから勝手に決めておいて。待て待て、それは行間ではなく完全にお前の古代妄想だ。おや、そんなんしてる間にビシャスはどこ行ったん。あれ、本当だ、ビシャスがいない。ジラグッズだ。あ、ビシャスだ。何かに追われてるみたいだけど、あれって。キュキュー。こういうことだから張り切っていこうぜ。どういうことだ、ちゃんと説明しろ。大方、夕飯の材料を調達しようとしたら魔物の縄張りに入っちゃって面白そうだから挑発していっぱい連れてきたってとこでしょ。おお、大正解だ。ミゼラ、お前行間読むのうめえじゃん。そうなの、だからさっきのも正解ということでいいんじゃない。なんでもいい、とにかく今はこいつらを迎え撃つぞ。そうだね、
やろう。どうにかなったけど。なんやここの魔物班たち強ない？そうか、俺にはちょうどいい歯ごたえだったぜ。強がり言わないでよ。組み敷かれて危なかったくせに。ああ、やられたとこ痛くて泣きべそかいてたお前と一緒にすんじゃねえよ。泣きべそなんて書くわけないじゃない。嘘ばかりつかないで。あ、嘘だったんだ。よかった。ミゼラがやられちゃってたらすごく心配するとこだったよ。うん、痛い。急に体中が痛くて泣きそうだわ。どうした、ミゼラ。お腹が痛いのか。何か変なものでも食べたのか。キュ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 、ニッキュ。どうした、ニッキュ。この草がどうかしたのか。もしかして腹痛に効く薬草を教えてくれてるんとちゃう？正解のようだな。自然の知恵は大自然に生きる生物に聞けっちゅうことよな。生物という言い方はどうかと思うが、とにかくミザラ、この草を食べてみるんだ。え、いらないわ。腹が痛むんだろ。だったら無理せず食べるんだ。さあ早く。思ってたのと違う。分かった。分かっちまったぜ、俺は。ここの魔物はちょいとばかし骨があるから、そいつら相手に鍛え直せって話だな、こらよ。え、じゃあアイビスが言ってたブラッドシンの解放って、ここの魔物たちを相手に強くなればできるってことなの？だって他に考えられねえじゃん。たげ、そうならそうとはっきり言えっつの。本当にそうなのかな。魔物の気配があちこちからする。どのみち戦いは避けられそうにないな。要は戦って戦って戦いまぐれってこったろ。いいね、俺好みだ。ねえ、やっぱりおかしいよ。いくら強い魔物相手だからって戦ってるだけでブラッドシンの解放なんてできると思えない。確かにな。これでは本当にただの実地訓練だ。己の内面に向き合う言うてはったもんな。こんなゴリ押しの修行で正解とは思えへんわ。だとするとやっぱ滝だな。うん、なんか滝って己の内面に向き合う感出てるもんね。それっぽいもんね。お、ちょうどあそこに滝あるぜ。こっから飛び降りてみろよ、カナダ。やだよ、それ内面じゃなくて迫り来る地面と向き合うだけじゃないか。この発展性のないアホ男子どもは置いとくとして、どないしたらええんやろね。やはりアイビスにもう少し話を聞いておくべきだったか。ねえ、あそこに見える旗。旗？あ、あれはミラスメグールの国旗。いや、えい、中規模やないな。駐屯地でもあるんやろか。こんな場所に駐屯地があるなど聞いたことがないが。最近新しくできたんちゃうの？確かに、それならイージスが知らなくても無理ないね。その可能性はあるが、こんな場所にか。違和感があるな。こいつはいい。ちょうど酒が欲しかったとこだ。騎士団っつーなら酒蔵ぐらいあるよな。バカなこと考えないでよ。わざわざ敵のところに飛び込むつもりなの？いや、それは妙案かもしれない。ミラスメグールの駐屯地には必ず資料室が併設されている。そこになら、この地にまつわるあらゆる記録が残っているはずだ。じゃあそこに行けば。おそらくわかるはずだ。アイビスがこの地に俺たちを導いた理由も。いいね、酒と資料一石二鳥ってやつだ。じゃ早速突撃といくか。
敵陣に真正面から突っ込むバカがどこにいる？と言いたいところだが、どうせ止めても無駄なのだろうな。およおよ、いつも物分かり良くなってもうて。ビシャスに毒されたってだけじゃない。時間を要して援軍を呼ばれるのが一番厄介だ。ここは無茶でも無理でも一点突破の電撃作戦で押し通る。いいじゃねえか、いいじゃねえか、乗ってきた。悪いことはサクッとやっちまうに限るよな、やっぱ。なんとなくわかるかも。カナタ、それは分かっちゃダメなやつだよ。よっしゃ、そうと決まりゃぶっ込むぜ。騎士でも神でもかかってこいや。キュッキュキュー。どうしたどうした、偉そうな割に歯ごたえがねえな、貴様よ。イージス、どうかしたの？ミダスメグールの騎士言うたら昔のお仲間やもんな。いろいろ思うところもあるやろ。そっか、複雑だよね。いや、今はそんなことは関係ない。俺はもうミダスメグールの騎士ではないからな。あっちにも嫌がんな。まだこっちに気づいてへんみたいやし、背後に回り込めば楽にやっつけられるんちゃ。ちょっとくらい節約せんと、さすがにしんどなってきたわ。そうだね。じゃあ気づかれないように背後に。なんだろう、何か話してるみたいだけど。そうか、リオンも戦っているんだな、自分のなすべきことのために。心配じゃないの？リオンの強さはよく知っている。あいつを捕らえられる者など今のミダスメグールには一人もいないさ。もともと何か目的があって客員剣士についていた男だ。それが動いたというのなら、動くだけの理由があったのだろうな。そこにいるのは何者だ？バカ、気づかれてもうた。ならば力ずくで突破するだけだ。おかげでモヤが晴れた。俺もなすべきことのために邁進するのみ。負けてはいられないからな、リオンには。あった、治療室ってここだよね。ああ、援軍が来ると厄介だ。その前に手がかりになりそうな資料を運び出すぞ。おお、頑張れよ。俺は酒蔵探してくっからよ。あーかーん、あんたも探すんや。ビッ、見せた、耳引っ張んじゃねえ。キュキュッ、ニッキュキュッ。ニッキュ、その手に持ってるのってこれだ。でかしたぞ、ニッキュ。キュキュッ。気づかれないうちに運び出すぞ、急げ。どう、イージス、何か書いてあった？資料によると、どうやらこの付近に集落があるようだ。その集落で古くから祀られているらしい精神の内面を見通す心眼の魔導石と呼ばれるものが。アイビスの言ってた通りの話ね。内面を見通されるなんて困るわ。うちの思い人がバレてまうよ。え？ユナって好きな人いるの？いっぱいおるよ。嘘やけど。だからその自然な嘘をやめろ。内面を見通すね。ビシャスは興味なさそうね、そういうの。頭の中の欲望全部筒抜けだもの。よくわかってるじゃねえか。おや、なんや煙が上がってるみたいやけど、なんか燃えてるんやろか。あの方向、資料が正しいなら集落のある位置だ。嫌な予感がする。急いで行ってみよう。カナタ、俺
俺は、お前を、どうしたいんだ。わからない。くそ、なんでこんな気持ちにさせられなきゃいけないんだよ。ここが資料にあった集落か。なんだよ、誰もいねえじゃん。間抜けの殻やな。かくれんぼでもしてはるんやろか。煙が上がっていたのはもう少し先かしら。てっきり集落で何かあったのかと思ったんだけど。で、肝心の魔導石ってのはどこにあんだよ。魔物、こんなところにも。ああ、トガ人になる罪人はいねえかな。誰でもいいから執行させろよ。喋った。どういうことだ。ああ、ムカつく。むしゃくしゃしてんだよ、こっちは。執行。誰でもいいから執行させろよ。執行？どうして魔物がそんなこと。え？普通に魔物の恋になっちまったぞ。よう分からへんけど、うちらと仲良くしてくれはる気はなさそうやな。みんな気をつけて。なんなのこの魔物。どうして人間の言葉を。やめてくれ。声だ、あっち。とにかく急ぐぞ。暴かせてもらうぞ、お前の心の中を。どうせ罪を犯した人間なんて悪人なんだ。どうなろうと知ったこっちゃね。しかも金持ちだぞ。ムカつくんだよ。執行されちまえ。これは俺の。そうか、それがお前の本心か。思った通り、どしがたい醜さだ。食事の時間だ。残飯以下だが我慢しろ。魔物が黒い石を食べた。執行だ。悪人は執行しちまえばいいんだ。言葉を。執行。さあ、己の悪意に焼かれて果てろ。やめてくれ。はねえ。間に合わなかったか。ほう、これはこれは意外な客人だ。こっちに向かってくる。何があったか知らねえが、とりあえず降りかかる火の粉はド派手に燃やしとくか。見事なものだな。さすがは執行者の手をかいくぐってきた歴戦のトガ人だ。うちらのこと知ってはるんか。えらい有名人になったもんやな。お前たちほどのトガ人、そしてトガ鬼を知らないはずがなかろう。ビジョンセントラルを常に監視し続けているこの俺が、高名なトガ人相手に名なしでは無礼かな。俺の名はエスバニラ。名前なんてどうでもいいっつの。てめえが俺たちの敵なのか。興味あんのはそこだけだ。敵だなんてとんでもない。むしろ我々は共通の敵を持つ同志だと言える。共通の敵？質問だ。
ビジョンオーブに執行を願う人々は何を考えていると思う？悪の断罪を望む正義の意志？ああ、確かにそれもあるかもしれない。だがそれだけではない。お前たちなら分かっているんじゃないか？何が言いてんだ？人の心は矮小で醜い。正義という綺麗な幕で覆っても中身はどす黒いものだ。自分より恵まれていて気に入らないから執行する。不遇で苛立つ気分を発散したいから執行する。そんな身勝手な人間がどれほど多いことか。現状のビジョンオーブはただのはけ口。努力せず、自らが這い上がろうという意志すらない敗北者が他人を引きずり下ろし、惨めな場所から安堵感を得るための道具。それが今のビジョンオーブだ！こんな世界の形が正しいのか？いいな！断じて正しいはずがない！俺は、世界を変えたいんだよ。そのためにこの心眼の魔導石を使っているんだ。あれは、資料に書かれていた魔導石。心眼の魔導石は、本人ですら言語化できない深層心理をえぐり出し、声を宿した結晶として具現化することができる。あの結晶から声が聞こえているように見えたのは、気のせいではなかったのか。ほんで、その結晶を食べた魔物が今度は喋るようにならはった。けったいな代物や。その通り。声を宿した結晶を魔物に食わせれば、その声を発し、声の攻撃性を体現する魔物の出来上がりというわけだ。じゃあ、まさかさっきのは？今しがた燃えて消えたのは、他人が執行されることを望み、自分より価値のない人間が増えることを喜ぶ醜い心根の人間。この世界の不要物だ。うちらが見た煙は、一つ前の犠牲者さんってとこやろか。むごいこと。ビジョンオーブに執行を願った人間を狙った犯行だというのか。だがそんなことどうやって？俺は生まれつき声に関する魔術に秀でていてな。執行を願う声からその人間の思念の一部を読み取り、個人の情報を手に入れるくらいはたやすかった。だから俺はひときわ強い声で執行を願っていた人間を特定し、この地に連行させているのさ。偉そうにご考説垂れてはるけど、やってることは手のいい誘拐やん。それの何が悪い？心根の醜いものを人間扱いする必要がどこにあるというのだ。そんなの、そんな考え方間違ってる。正しくない人間を容赦なく裁くなんて、それじゃやってることビジョンオーブと同じじゃないか。ビジョンオーブと俺が同じ。口を慎めよ無知船舶の小アッパが。いつの世も悪法を正すのは革命家だ。それを理解できず逆らうのは愚者の所業と知れ。ずいぶんねじ曲がった野郎だな。てめえがどんだけ偉いっつんだよ。世界を正そうという意志を持ち、その力を持つ俺には権利があると言っているのだ。それゆえに優れた人間は俺に賛同する。何なのこの人たち。大方地平といったところか。本当に賛同者がいるというの？こんなひどい人に。残念だよ。俺に賛同できるほどの賢さがお前たちにあれば、ここで果てることはなかったのに。やれ。みんな、油断しないで！来るよ！やはりたやすい相手ではないか。そうでなくてはな。いいだろう。愚者をほふる断罪の力、とくと見せてやる。うっせえ！いちいち持って回った言い方しやがって。
カッコつけたセリフ吹かしてくるくる回るその下、ど真ん中に風穴開けてやろうか。ふん、怒らせてしまったのなら謝ろう。獣に類する戸賀鬼には難しすぎたのかな。知ってっか、クソバカ野郎。難しい言葉使いたがるやつってら、逆に頭悪いんだよ。誰が決めたんだ。俺だ。やはり面白いな。この薄汚れた世界に挑み続けてきたお前には尊敬の念を禁じ得ないよ。そうだな、その存在に敬意を示し余興をお送りしよう。余興？ちょうどさっきお前たちの後をつけていた面白い人間を見つけてね。連れてこい。話せよ。ナッシュ、どうしてここに。俺はただ、イエドナークでの演説には心打たれたよ少年。トガビとカナタの罪が許せないんだな君は。だが許せないのは本当に彼の罪か。え、君の心は丸裸に死骸がありそうだ。全てをむき出しにしてもらうぞ、この心眼の魔導石の力で。やめろ、俺の中を覗き込むな。やめろ、ナッシュに手を出すな。当然僕、邪魔をしないで。さあさらけ出せ、本当の心を見せてみろ。俺はお前が憎い、大嫌いだ、ずっと昔から。え、生まれた時から恵まれてて何でも持ってて、いつでもヘラヘラ幸せそうにしてて、お前は俺の欲しかったもの全部持ってた。親も余裕も幸せもミゼラも。ふざけんな、お前なんてひどい目に遭えばいいんだ。ナッシュ、これがナッシュの、ほう、これはこれは、ずいぶんまがまがしい感情を隠していたようだな。ならばそれ相応の器を用意しなくては。あれを出せ。はっ。およおよ、なんや決体な叫び声やな。地響きか、こんな大物まで飼いならしていたのか。喜べ、お前に最上のご馳走をくれてやる。あいつも黒い結晶を食べた。カナタ、お前なんて、お前なんていなくなればいいんだ。ナッシュ、それが君の、違う、俺は。何が違うものか。心眼の魔導石は深層心理の声を具現化する。今の言葉に嘘などない、すべてお前の本心、すべてお前のありのままの言葉。違う違う違う、俺は犯した罪が許せない、そんなのは方便だったわけだ。お前はずっと以前からカナタを嫌悪していた。みっともない嫉妬を抱えて、彼の不幸をずっと心待ちにしていた。よかったじゃないか、少年。カナタがトガビトになってくれて、大手を振って攻める口実ができて。やめろ!それ以上言うな!素直になって向き合え。どうしようもなく醜い自分と。うん。うわあ。
見ろ。魔物もお前の攻撃性に感化されてたけっているぞ。あの魔物、ナッシュを狙ってる。こうやって多くの人々を手にかけてきたわけか。させない。ナッシュをやらせてたまるか。だとよ。悪いが邪魔させてもらうぜ。やってみろ、できるものならな。よし、これだけ攻撃を浴びせれば。ちょっとイーツ、全然元気に動いてはるやないの。万身創痍のはずだが、まだやるか。いけない、ナッシュの方に。当然だ。結晶を食らった魔物は声の主に狙いを定める。醜い声は醜い心と一つになろうとするのだろうな。これほどの因果応報があるか。醜い心根の人間はまさに救う価値などないということだ。うっせえよ。それを決めるのはお前じゃねえ。たとえ本心で俺のことを嫌っていようと、それでも俺はナッシュを死なせたくない。カナタ、今度こそやったか。おでっけえ最後っぺかましてんじゃねえよ。これもしかしてあかんのだっちゃう。地面がまずい。退避しろ。間に合わない。カナタ見てろ。ここずいぶん暗えな。洞窟か。落ちて地面の底ってわけか。なるほどに。おーおー、上見ても光が全然ねえや。どんだけ落ちたんだ。おい、お前ら生きてっか。めんどくせえ。いらねえ手間かけさせんぬっつろ。ありゃ、言うなか。おい、起きろよ。いつまで寝てんだ。揉むぞ。うわっ、いってえな。何しやがる。なんで蹴った。人が親切に起こしてやろって時によ。どこが親切や。寝込み襲うなんて最低やな、このトガエロ。そういうのとある地方ではセクハラ言うんやで。よう覚えときや。セクハラ、どういう意味だ。セクシーハラハラの略や。あまりに魅力的すぎて男がおかしなってまうって意味やな。あ、ってことは悪いのは魅力的すぎたうちってことや。堪忍な、ビシャス。うちがあまりに可憐で麗しいばっかりに。いやいや、二点三点自己完結やめろ。つかお前のどこが可憐なんだよ。可憐って言葉に膝ついて謝ってこい。いけすなこと言わんといてよ。お詫びにうちの足一回触らせてあげよう思ってるのに。顔で体よくもう一回顔面蹴ろうとすんじゃねえ。ビシャスがあんま欲情するから魔物班も先立ってモテるやん。ちげえだろ。この魔物もお前の嘘に切れてんだよ。ってことはセクシーハラハラが嘘だってことに気づいて怒ってはるの、この魔物班。魔物なのにビシャスより賢いやん。俺だって気づいてたっつの。嘘やん、嘘つき。お前にだけは絶対言われたくねえ。
うそうに。信号開発すんな。エロそうに。せめてトガを残せ。とりあえず魔物派の相手したろか。無視したせいでずいぶん怒ってはるみたいやし。ほぼお前のせいだろか。見当たらへんな、カナボンたち。どっか別のとこ落ちてしもたんやろうか。さあな、とりあえず行こうぜ。探しに行くんやね。いや、めんどくせえし。ほっといて地上を目指すわ、俺。ジメジメしたとこ嫌いなんだよ。それに、あいつらだって地上に出ようとするはずだ。だったら上行きゃ会えるだろう。運よく生きてりゃね。素直やないな。え？どこがだ。まあええわ。か弱いうちの護衛しっかりと頼むで、ビシャス。気が乗らねえ。あんの持って回ったくどくど言い回しキザ野郎、次やったら頭と股間同時にぶち抜いてやる。なんや、ずいぶんおかんむりやな。まあ確かにイケスカン男やったけど、どうやったらそこまで偏屈な人間に育つんやろね。偏屈か？言ってること自体はあながち間違ってねえと思ったぜ。おや？そうなん？俺はビジョンオーブを機器として使う奴らが嫌いだ。つか弱い奴が嫌いだ。自分の望み、欲望、執着、怒り、そういう根っこの感情を資格して、それっぽい正しさで物陰から人を断罪して悦に浸る。そういう卑怯者が何よりも気に食わねえ。罪を犯したトガ人なんかよりよっぽどな。だからあのエスバニラってやつのやってること自体を否定するつもりはそこまでねえんだわ。ほう、なるほどやな。せやったらなしてそこまであいつのこと嫌いの？単純な話だ。あいつは自分のこと正義だと思ってやがる。勘違いも甚だしいだろ。俺ははっきりと言えるぜ。俺みたいなのは立ちの悪い悪党でしかねえってよ。うん？理屈はめちゃくちゃやけど、あんたらしい考え方で安心したわ。んだよ、彼方のやつ全然いねえじゃん。やっぱ死んじまったから。探してないんやなかったの？嘘つき女との二人暗鬼に飽きたんでよ。おもちゃが欲しくなっただけだ。ほんま口の悪さは相変わらずやな。もうちょい思いやりのある言葉使わんとモテへんよ。いらねっつの興味ねえし。素直になったらええのに。人に好かれたい思うんは自然な欲求やと思うよ。自然か。なあ、お前蝶になったことあるか？は？なんやのその質問。あるわけないよ。俺もね、花の蜜がうまいとか言われても、風に舞うのが気持ちいいっつわれても羨ましくもね。地を這う羽のない獣には、それを想像することもできねえからだ。ああ。わかるだろ。最初から一人の人間に孤独なんてありゃしねえんだ。最初から？そんなんおかしいやろ。家族くらいおったんやないの？知らねえ。少なくとも記憶にはねえな。マジでよ。俺は気づいた時にはもう俺で世界の敵だった。この前見ただろ、神様と戦った時の俺の姿をよ。あらゆる命を喰らい己の力とする破滅の権化、トガ鬼。あっちが俺の本来の姿っつうわけ。世界中の人間が嫌うのも当然だよな。何しろ俺がいるだけで周りの命全部尽きちまうんだからよ。しばらくしてある程度力を制御できるようになってな、今のこの人間っぽい姿を手に入れたわけだ。
でもその時にはもう俺は忌み嫌われた存在として名を馳せてた。誰もが恐れるトガ鬼ビシャスっつってね。案外しょうもない話やったわ。あ、んだとてめえ。なーにが誰もが恐れるトガ鬼や。うちはちっともあんたのことなんて怖ないわ。カナボンもお嬢もイーツンもあんたのことなんてちっとも怖がってへんよ。なんでかわかるか。仲間だからよ。嫌われるのが平気な人なんておらへん。孤独が辛くない人なんておるはずない。それでも強がりたいならもう好きにしたらええわ。うちらはトガ鬼の言うことなんて聞いてへんもん。ビシャスっていう仲間の言葉の内側しっかり見つめてるだけや。しょうもねえな。せやな、しょうもないこと言うたわ。めんどくせえな仲間とかよ。俺は何にも持ってねえし何にもいらねえ。世界が俺を拒絶するからただ抗って生きてるだけだ。一人でもな。そんなんであんたずっと生きていけるんやろか。拒絶されるから抗う、そんなんただの反発やん。だだっこみたいな反発とちゃう。ちゃんとした生きる理由あんたには必要なんちゃうかな。必要ねえよ、俺には理由なんざ。いたぞトガ鬼だ。ミダスメグールの騎士さんやな。行さんおるけど遠足でもしてるんやろか。そりゃ不運なこった。遠足の最中に鬼に会っちまうなんてよ。駐屯地からの応援要請で来てみればまさか本当にトガ鬼だとはな。だが好都合だ。生物科学班から預かったこいつを試すのにはな。なんや、悪い予感しかせえへんわ。そうか、俺は楽しい予感しかしねえけど。へえ、ずいぶん可愛いペット飼ってるじゃねえか。ちょっと待ちや。正義の騎士団ともあろうもんがこんな魔物従えててええやんか。こいつはただの魔物ではない。ミダスメグール生物科学班が秘密裏に作り上げた対トガ鬼生物兵器だ。はあ、騎士団が裏で魔物作りとは恐れ入ったわ。でもこれで納得いったわ。イーツンがあの駐屯地のこと知らへんかったんはそういういけない場所だったからなんやね。わざわざ俺にぶっ壊されるためにこんなおもちゃ作ってくれたわけか。お疲れさんなこったな。その余裕がいつまで持つかな。やれ、トガ鬼とその仲間を駆除しろ。やってみろよ。全然手応えがねえ。言ったはずだ、こいつは対トガ鬼のために作られた生物兵器だと。お前の銃弾では反物質で作られた皮膚は決して貫くことはできない。トガ鬼よ、お前の負けだ。調子こいてんじゃねえ。嘘やろ、今のも聞いてないん。やべ、うわっ、ビシャス。終わったな。やろ、まだ息があるか。だがさすがにもう動けまい。さあ早くとどめを刺せ。なんや、光が。この光、どっかで。この光、
まさか、深岸の魔導石？魔導石はもともと、この周辺の地下の鉱石で作られたと聞いていたが、元になった鉱石がこんなところにあるとは。どうしてなの？どうしてみんな僕のことを嫌うの？あ？怒らないで、嫌わないで、憎まないで。もうこれ以上僕に憎悪を向けないでよ。ムカつくな。嫌われたくない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 。おいガキ、てめえいい加減に。俺？そういうことかよ。己の内面に向き合う場所だったな、ここは。だっせ。今のが俺か、俺の心の中の声か。いつの間にか嫌われることにビビってたってわけかよ、この俺が。あ？こんなとこで何してるんだ？俺は世界を変えたい。そのために行くんだ。待てよおい、この俺を置いてどこ行くつもりだ？世界を変える。面白いこと言うじゃねえか。ああ、お前は面白いんだ。だから、てめえが俺の理由だ。鬼をやれ！殺せ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 ！なんだ？何を笑っている？憎悪に殺意。なんだよ。心地いいじゃねえかよ。こんなもん、何を恐れる必要がある。むしろ俺にはお似合いだ。もっと向けてみろよ、ゾウ。ぶつけてくりゃいいじゃねえか。怒りと嫌悪と殺意をよ。リシャス。世界中から忌み嫌われても、なんてことはねえ。なぜなら俺には、今の俺には、理由があるからだ。世界を変えたい。そんな大バカ野郎に、最後まで付き合うっていう理由がな。この力は！2回戦だ！さあ、踊ろうぜ！存分に恐れおののけ！タイトガオニの生物兵器をいとも簡単に。トガオニの力が我々の研究を上回ったというのか。
さてと。逃がすわけねえだろ。一応聞くけど、近づいてええの？あ？なんだよそれ。だって、イエドナークの時大変やったやん。あんな風に暴れられたらかなわんわ。いっせ、もうそんなことにはならねえよ。俺は、いつの間にかビビってたんだな。トガ鬼の力解放して、周りの人間から忌み嫌われることを。だから力を扱えず、自分自身を見失った。くだんね。うん。さっきより少し男前になったんちゃ？あ？んだそれ。大丈夫そうやなってことや。ああ。何も問題ねえ。ほな。行こうか。ああ。さて行こうぜ。恐怖を振りまくトガ鬼様の踊りだ。